さあメッセージどんどんいきましょうよ。はい、牛トラさんから来てます。テーマの聞こえないふり。実家で両親と同居を始めて1年になります、うん、最近は姑の私や嫁に対する発言に余計な一言が増えるようになりました。例えば、うん、あい、ご飯の準備してくれたんだ、でも時間がかかりすぎだね。あら、最初は聞こえないふりをしていますが、やっぱり耳に入るとイラッとします。そう、ね、かといって喧嘩してもしょうがないので考え方を変えることにしました。姑は1日に30個の悪口のノルマが課せられていて、それが守れないと水槽の中のグッピーが全滅するという設定にしました。天才かも、すごい。悪口を言われてもグッピーのためなら我慢できます。むしろ今ので悪口は一つでいいの、あと二つくらい言った方がいいんじゃないと思えるようになりました。すごい、すくすく育てグッピー。ただ牛虎さん、うん、これ奥さんに向けて言われてるんだったら、うん、奥さんのフォローは牛虎さんは絶対やるべきだから、奥さんがそういう風に思えたらベストなんだけど。あ、これ奥さんは思ってないの？わからない、私や嫁だから。そっか、奥さんの方が多分一番言えない立場にいる可能性が高いから、まあね、うん、一緒にそう思えたらベストだけど。一緒にそう思ってんじゃないの？僕天才だと思って聞いちゃった。これがみんなできたら相当楽よね、うん、どんな場面でも、うんうん、だってグッピーのためでしょ。なんだったら生き物のために自分はこう聞き流してるわけよね。そう、でもマリも人として最悪な人がいるでしょ、うん、マナーが何もなってない人とか、うん、この人本当に輪廻転生の繰り返しがめっちゃ少ないから、うん、多分前世はもう言ってみれば吸い殻だったのかなとか、人間でもなかったんだって。だからもうなんか人間一からやり直してるから、うん、まだ分かってないんだなって思う。なるほどね。そう、そう、三輪明宏さんがそう言ってたじゃん。そう、あ、じゃあそれでマリ、凛太郎さんから聞いた。そう、吸い殻とは言ってない、僕は灰皿って言った。もっと落としてってるあんたが。じゃあ本当にそう思うわけ。やっぱこういう人に会ったら、この人はしょうがない、前世灰皿だと思いなさいって言った。あ、じゃあ凛太郎さんじゃ本当にそう思えるんだよね。すごいね。でも吸い殻にちょっと変えたね。よっぽどひどいのかな。よっぽどひどい、ゴミ箱でもないゴミってことでしょ。じゃあ窓からタバコの吸い殻捨てる人とかいるさ。この人は吸い殻だったね。吸い殻だった。あんた今自分のことしてたねって。そう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 。でもいいな、なんかすごい今の考え方好きだな。いい、ね、天才的。グッピーのために聞き流すね。